はい、やってまいりました。今回はですね、こんな花見は嫌だということでね、ご紹介していきたいと思います。まずね、こちら一緒に行った子に霊感が強い子がいる。これ困りますね。じゃあ行こうか、花見なんつってね。いや、私ちょっと霊感強いんですけど、ちょっとここすごい寒気するんですとか言ってね、でギャーなんて急に叫んじゃったりしてね、あっちの蔵の木で多分首吊りした人ですかねみたいなね、一気にみんな冷めちゃってね、花見どころじゃなくなるなんつってね、これ怖いっすよね。次、場所取りが早い。これも困ります。後輩にね、場所取り頼んで3日ぐらいね、会社来なくてね、当日花見行ったらね、そいつが、いやー3日前から場所取りしてましたなんつってね、お前そこまでやる必要あるかよなんつってね、これ困りますね。続いてはこちらね、ネクタイを鉢巻きにする。もうね、酔ってきたらね、上司の人がね、ネクタイをね、ここに巻いてね、こうここ縛っちゃったりなんかして、おいなんつってね、もうドラマとかね、漫画みたいなことを実際やっちゃうっていうね、ちょっとあれ恥ずかしいですよね。これ困りますね。毛虫がやたら多い。これ困りますね。ボット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 うるさいなって思ったらね、うわ全部これ毛虫じゃないかよなんつってね、そのうちね、運悪くね、コップに入っちゃったりなんかしてね、お酒にボトなんつって、うわやばいやばいなんつってね、結局罰ゲームで飲め飲めみたいに言われちゃったりなんかしてね、さすがにそれ無理だろうなんつってね。取った場所がホームレスの家の横。これも困りますね。取った場所ね、すぐ隣にね、なんか段ボールの家とか置いてあってね、ゴソ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 してね、見たら中から変なね、ヒゲのおっさんが出てきてね、仕方ねえからちょっとなんかこうおつまみちょっと渡しちゃったら、これ食べてくださいなんつってね、これ困りますよね。あともう一個ね、困るのはね、やったらトイレに近い場所だ。これ困りますね。すぐ隣にねトイレがあってね、公衆トイレがもう1分おきぐらいにね、こうなんか吐きそうな人とかが駆け込んでったりなんかしてね、ブルーシートが臭い。ちょっとこれよくわかんないですけどね、まあ、今回はこんな感じで終わります。じゃあまたよろしくお願いします。